どうも大吾です。この放送をこの背景のね、この南の島的な背景の中でやるとですね、いやらしい感しかないんですけど、今回の放送はですね、お金の放送です。はい、トップ 2.5% の金持ちに共通するですね、4つの特徴っていうのをですね、今日はご紹介したいと思います。トップレベルと金持ちってね、実は共通点がいっぱいあるんですよ。でこれをちゃんと科学的に調べましたと、そういうのがですね、今回の放送になります。はい、僕ちょっとトップ 2.5% に入ってる自信はないんですけど、はい、トップ 2.5% のね、人たちがこういう特徴があるんだってことをね、まあそれは 2.5% に入ったらそういう風になるのか、2.5% に入りたいんだったらそういう特徴を見つけるべきなのか、であるいは皆さんが本当にお金を持ってる人を見分けるときに、あるいはこれから出世していきそうなみたいな女性だったらね、やっぱりね、旦那さんが稼げるかどうか、彼氏が稼げるかどうか大事じゃないですか。でそういうことを見抜くときに、この4つの特徴っていうのを参照してもらうと、まあいい人とお付き合いできるんじゃないかなっていうふうに使ってもいいと思うので、いろんな使い方ができるので、今日はそういうのをご紹介したいと思います。一応ですね、最もお金を、人生において最も金を儲ける可能性が高いって言われてる性格特徴っていろいろあるんですけど、例えば誠実性とか、そういうのがねすごい重要になって、あとグイッドとかも一時入りましたよね。でこれまあざっくり言うとですね、まあ自分のその欲求をコントロールすることができて、コツコツ、ね、続けていくことができるかって、生産性を保つことができるかってことがですね、成功するためには結構必要な特徴だってふうに言われているんですよ。でですね、今回はそんな誠実さ、まあ、誠実さは鍛えましょうって話はニコニコ動画でも散々やってるんで、これは置いといて、誠実さ以外に大事な要素って何かあるのってことをですね、今日はですね、まあ、ご紹介したいなと思っております。でこれですね、金融心理学っていうジャンルがありまして、この金融心理学で有名なブラッド・クロンズ博士がですね、出した論文でですね、金持ちってどういう性格なのかってことをですね、調べたっていう面白い研究なんですよ。でこの博士はですね、アメリカで年収が上位 2.5% に入るですね、まあ、アメリカでトップ 2.5% だから、もう日本人なんか目じゃないレベルだと思いますけど、そういうですね、トップレベルの、金持ちを選ん で351人よく集めたなって感じですよね。351人に心理テストとアンケートを行ったんですよ。で参加者の年収はだいたい平均で2300万ぐらいです。はい、これ資産家とかは入ってないんだろうなと思うんですよね。だから例えばスティーブ・ジョブズなんかはさ、有名な話が、CEO としてのさ、給料はさ、1万円しかもら、1ドルしかもらってなかったみたいな話がありますけど、ああいうの入れてるんですかね。まあ、でもだいたい平均2300万です。はい、まあ、これ結構多いですよね、格差が激しいね、アメリカの社会でいうんだったらね。でその上でですね、データを回帰分析したところ、上位 2.5% の人たちにですね、共通している特徴っていうのが、性格特徴っていうのが出てきたんですよね。これを今日ご紹介しようと。でお金持ちになる人たちの特徴っていうのは実は4つあったんですね。で一個一個ご紹介していこうと思うんですけど、1つ目はですね、何か物事を行った時に自分のせいだっていうふうに感じる人ですね、金持ちです。これね、統制の所在っていうんですけど、統制の所在が外側に向く人と内側に向く人っていうんですね。で外側に向く人っていうのは、原因を全部外に求める人です。だから自分がうまくいった時も、あ、これは他の人が頑張ったからうまくいったんだなって思うし、で逆に失敗した時も、いや、これは自分は悪くない、あいつが悪かったんだみたいな風にですね言って、こういわゆるこう学習しないた傾向になっちゃうんですよね。こういう人たちっていうのはやっぱりこうね、あんまりお金を稼げてなかったんですよ。で逆に内側タイプ、当選の存在が内側にあるタイプ、自分のせいだ、これは自分がやったから、うまくいったんだ、あるいはこの失敗は自分のせいだから学ばなくちゃみたいな風にですね、理由を内側に求める人っていうのはですね、金持ちの傾向が強かったんですよね。これまあ内向的な人の特徴とも近いので、やっぱりね、お金持ちになりやすいんでしょうね、そういう意味で言うと。だから失敗を他人のせいにしないから、こう悪いことをどんどん改善してて学習していくと。でこれが良かったんじゃないかなってですね、はい、ことなんですね。まあただですね、これこれからご紹介するいわゆるこう、特徴に比べると若干お金持ちのですね、特徴の関連性としてはちょっと低くなるので、まあね、ま、学んでいく姿勢っていうのがね、重要ですよってことなんですよね。こう面白いですよね。だから何かが起きた時に自分のせいと思うか他人のせいと思うかってなったら、自分のせいと思った方が、まあいわゆるこう鬱になりやすい人が、反芻思考しちゃってる人とかですね、全部自分のせいに、関係ないことに自分のせいにしちゃうのは良くないけど、でも自分のせいだってふうに思った方、自分がやったこととか自分がかかったことに関しては自分のせいだってふうに思った方が僕ら学んでいくんでしょうね。はい、ということがですね、言えると。で2つ目がですね、金銭崇拝って考え方を持ちましょうと。お金に対する考え方、これマネースクリプトって言うんですけど、これですね、いくつかあるんですけど、この金銭崇拝って考え方が一番ですね、お金持ちには特徴的だったんですよね。でこのマネースクリプト診断テストってのは、ちょっと今日は省きますけど時間もないんで、マネースクリプト診断テスト調べてもらう出てくると思うんですけど、このですね、数値がですね、上がるごとに金持ちグループにですね、入る確率が 5.9% アップしたんですね。はい、これ面白いですよね。金銭崇拝のポイントが上がれば上がるほど、お金持ちに入る確率がですね、どんどん上がっていったんですよ。で逆にですね、いわゆるこうお金は汚いみたいな、お金良くないみたいな、よく日本人が思ってる金儲けは汚いことだみたいな風に思う人いますけど、これですね、このそのレベル、数値レベルですね、上がれば上がるほどですね、良くなくて、1つですね、1ポイント上がるごとにですね、金持ちグループに入る確率が 8.6% も下がっちゃったんですよ。で一応マネースクリプト解説しておくと、人間がですね、こうお金に対して抱いてるですね、価値観というのは4つあるんですね。1つ目はですね、金銭危機ってやつで、これは何かっていうと、お金は汚いとか、こうね、
お金持ちになるとかいう夢を描くようにして、つつましくなんかね、暮らすのが、質素に暮らすのがええんやみたいな考え方ですね。まあだからまあ、嫌悪みたいなやつですね。はい。儲けるのが嫌いみたいな感じの考え方ですね。まあこれが、まあこれも見るからよくなそうですけど、まあ、実際よくないって今言っちゃったんですけど、よくないんですよ。で次は金銭ステータスって考え方で、これ金こそが人間の価値を表すとか、あの貧乏には怠け者なんだとか、俺は金持ってるから偉いんだみたいなことを言う人いますけど、これ金銭ステータスってやつですね。まあこれもなかなか痛々しい考え方ありますけど、これも別に金も、よくほら、俺は金持ってんだぜみたいなのを言う人いるじゃないですか。持ってるから偉いんだみたいなことを言う人いますけど、あれはですね、実はですね、お金持ちに対してならない考え方なんです。これ面白いですよね。だからね、あの中途半端な金持ちがやる考え方っぽいですね、これはね。次は金銭崇拝って考え方で、お金があれば自由になれる、もっとお金があったら幸せになれるみたいな風に、まあお金、宗教お金じゃないですけど、まあ、要は金があれば自由になれるみたいな、そういう風にですね、考えてる人たちですね。まあ、だお金持ちにはこれが一番多かったんですよ。まあ、僕もやっぱりお金なんで稼ぐかって言ったら自由になりたいからで、逆に言うと自由を犠牲にしてまで金稼ぎたいとは思わないですけどね。そう、でもやっぱりある程度自由に暮らすためには、まあ、こういう風にね、好きな時に南の島に来てのんびりするとかってことを考えたら、やっぱお金稼がないといけないから、短時間でお金稼ぐ方法を考えるっていうのをやったりしますけどね。だからこれも、まあ、ある意味成長につながるんでしょうね。うん。で次はですね、金銭警戒ってやつで、これはあれですね、あのお金使うのが嫌な人です。あの貯金しまくる人で、節約大好きな人です。あのチラシをですね、あの近所のスーパーのチラシを全部見て、1円でも安いところにですね、遠くてもいいから行くみたいな、そういう考え方ですね。まあまあまあ、うん、まあ、貯金好き、お金使うの怖いみたいな。まあまあ、でもこういう人のですね、問題点はですね、投資できないですよね。そう、失うのが怖いから、だからまあやっぱお金持ちにはなりづらいってことが分かってるという話なんです。だから皆さんぜひですね、金は自由の象徴だと思ってもらうとですね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で次がですね、実はですね、他人のお願いを断れない人ほど金持ちだったんですよ。だから友人とか友達とか親からのちょっとお金貸してくんないって言われた時にですね、それを断れない人ほどなぜか金持ちグループに入ってたんですね。でこれはちょっとですね、突っ込みどころがあって、それ金があるから貸せるんじゃねえのっていうお話なんですよ。そう、気前が良くなるだけじゃないのという話ですね。まあ、だから気前が良くなってる人ってのはお金を持ちになってる可能性はあるってことですよね。だから逆に言うと、気前、お金は天下の回り物だから、どんどん人のために使って、なんかこうね、なんとかしましょうっていうのはですね、どうなのっていう風な話なんですけどね。まあでもやっぱりお金、本当にお金を持ってる人っていうのは、他人のお願いを断りづらいそうです。うん、なるほどって話ですよね。まあね、お金持ってるからってのもあるんでしょうけどね、やっぱりちょっとおおらかになるんでしょうね。次はですね、教育レベルです。教育レベルが高い人ほどやっぱりあのお金持ちだったんですよね。はい。まあ、要するにですね、子供の頃のですね、金融レベルとか家庭のですね、いわゆるこう教育レベルっていうのは結構やっぱ重要だというふうに昔から言われてるんですよ。やっぱそうだったみたいですね。まあ、でも大卒で金融の知識があればあるほどやっぱりお金持ちにはなったんですよ。そう、平均的にはね。はい。そうだからね、やっぱりたくさん、あの いい家庭に育った人っていうのがなんでいいかというと、その教育レベルが上がるからなんですよ。逆に言うと、逆に言えばいい家庭に育たなくてもちゃんと勉強すれば、あるいはその、まあ、メンターじゃないんですけど、例えば図書館に通って勉強するとか、本屋さんでバイトしてみるとかじゃないですけど、そういう風に知識に触れたりとか、あとはこう YouTube なんかね、今の時代ちょっと変わってると思うんですけど、やっぱり知識の素晴らしさとか、知識を使って成功するっていうスタイルを、勉強するってこんなに役に立つことなんだよってことをちゃんと教えてくれる人が近くにいたかどうかってことがすごい重要になってくると思うので、ここら辺は、まあ、多分最近の、まあ、このチャンネル見てもらってもいいですし、他の、ね、先生とかのチャンネル見てもらってもいいと思いますけど、そういうところを、ね、テッドとかね、そういうの見ることによって改善していけるんじゃないかなという風に思うので、まあ、そういう意味で教育レベルは高い方がいいですよってお話でした。はい。そうですよね。まあ、そういう意味で言うと、お金に関する価値観とか行動とか態度っていうのは、まあ、今言ったみたいな4つの特徴を抑えた内容にですね、変えていってあげれば、まあ、いわゆるこう自分が求めてるところに近づける可能性はあるよねっていうことがですね、言われてるって話なんですよ。これは面白いですよね。はい、ぜひやってみてください。というわけでですね、今日はですね、コメント欄にですね、動画をいくつかご紹介してますね。よかったらチェックしてみてください。1つ目がですね、もうお金に損したくないと思うんだったらってことで、まあ、お金でね、損しやすい人っているんですよ。バカな選択をしてしまったりとか、ついつい使っちゃったりとかする人いるんですけど、こういうですね、お金の使い方で損する人ってめちゃくちゃ多いので、お金で得する人損する人の心理学ってことがですね、一つ目の動画です。まあ、お金に関する心理学をですね、ちょっとまとめたもので、どういう風にお金を稼いで、どうあの、ね、使えば幸せになるのかってことをまとめてありますので、よかったらチェックしてみてください。で次がですね、やっぱ投資をね、勉強したいとか、お金の、ね、増やし方を知りたいって方のために、英国投資家にお金の増やし方をね、ハイハウリ聞いてみた、株から仮想通貨までというのですね、2つ目の動画に、ね、ご紹介してますね。よかったらチェックしてみてください。まあね、やっぱりね、こう直接やってる人に聞くのが一番、やっぱ一番いいんですよ。うん、投資って なんとかで、いろんな人の意見を取り入れるのがすごい大事なんで、だから僕がですね、オックスフォードとか行った時にお世話になってるですね、ふささんって方と対談してる動画なんですけど、結構ね、あのこれからの電子通貨の話とかいろいろしてるんで参考になると思います。はい、ぜひやってみてください。で3つ目の動画がですね、まあ、さっき言ったみたいに、お金に関するですね、思い込みとか凝り固まった考え方を変えましょうって言いましたよね。問い合われてもなかなかこれ変えるの難しいので、3つ目の動画はですね、バイアスから脱出するための心理学です。やっぱお金は汚いとか、お金稼ぐの良くないとか、親にです、ね、
ですね、お金はこうだからとか、株はギャンブルだからやるなみたいな、僕もねやっぱね親父にそう言われたことあるんですけど、そういう風にね言われて育った人たちが自分のですねお金に関する考え方をですね、そういうですね呪縛から思い込みから解き放たれるための動画ですね、バイアスを解除するための方法をですねまとめたですね、バイアス回避、バイアス解除の心理学、なんでよかったらチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。